こんにちは。マリ島発オリジナルバック獅子の生島直美です。今日はですね、ウブドを離れクタに来ております。クタにね、わざわざ降りて、用事をするなんてのは、5年に1回、いや3年に1回、4年に1回ぐらいなんですけども、今日は来ております。ここね、ビーチ見てもらったら、そこからいつもならシュッとクタのビーチに出れるんですけれども、ね、この今こういう状況なんで閉めてますね。閉めてるからって全然入れないかというと、入れるもんが一つありましたね。一箇所あったんで、あそこから入れるんだと思います。今日はですね、そしてここに、反対方に入るとこ、すぐそこのところに来てるんですけれども、実はここが私の思い出の場所でですね、ここは、ポピーズ1ですか、ジャランポピーズ1サトゥーなんですけれども、実はこの裏にあるホテルだと思うんですね。もうあの本当3000円とか4000円ぐらいで泊まれるホテル、ここかな、ちょっとはっきりわからないんですけど、マハラニホテルっていうところに私、私が21歳ですので、25、6年前ですねに初めて姉2人と来ました。でそこにステイして、ホテルから出たらすぐここの通りということで、いろいろね、ほらさっきもね、冒頭あの看板とかくれてましたけど、いろんなお店とか、レストランがありまして、もう私たち姉妹は確かもうここをね通るだけで楽しかった覚えがあります。今日は久しぶりに本当に何年ぶりにですね、この通りちょっと歩いてみたいと思います。では行きましょう。こんなところにもこんな立派なフラがあったよね。知らんかったね。もっとなんか隠れてたのかも。であそこにほら TJ って書いてある、ウエスタのおじさんがあそこやってる人かな、乗ってるけど、チャンディーダサに、ドーダガーデンっていうホテル、素敵なホテルがあって、そこの中にも TJ ってね、支店なんかな、あるんですけども、ここ 2,3 回行ったな。おーすごいすごい、懐かしい、さっきから懐かしい、行った行ったっていうお店がいっぱいあります。こうやって、ここ今から来まして向こうの方まで行って今戻ってきたんですけれども、この通りまあどれぐらい、400メートルぐらいかな。本来なら100軒以上よねのお店が、たくさんある路地なんですけれども、実際空いてたお店って3、4店舗ぐらいかな。いや本当に静かな方が好きやけど、これだけやと本当にね、ちょっとびっくりしちゃうよね。こんなに大変だとは、思いませんでした。あのポピーズも入ってみたかったんですけどね、あの20年以上ぶりに入りたかったけれども、3月25日からお休みなさってるそうです。ね、1日でも早く、1日も早く空いた状態でまた来たいと思ってます。興味は苦手やし、暑いのも苦手なんやけども、あのこうなったからにはね、相手まだね、相手すぐお客さんがどっと来るわけでもないかもしれないんで、来てほしいけどね、もちろん、また会えたらぜひ来ましょう。25年後と言わずに来たいと思います。それではそんな、クタからお送りしました。ウブドを飛び出して珍しい思い出の、今日はお散歩でした。それでは皆さん来てください。